皆さんこんにちは。富山県発信 VTuber のハイシーネルです。今日は親部ひねどりを唐揚げにしてみる動画です。皆様はひねどりというものをご存知でしょうか？ひねどりとは卵を産み終えた親鳥のこと。旨味が蓄積された濃厚な味わい、硬めな肉質でコリコリ食感となっております。富山県親部市では養鶏が盛んで、人口の30倍以上もの鶏がいるらしいです。様々な卵を産ませるために上質な餌を与えられ、その旨味が蓄積されていくということで、親部ブランドひねどりが誕生しました。まずは食材調達。県内でも限られたお店でしか販売されていません。思ったよりも安い。本来であれば炒めたり煮たりするのがいいらしいのですが、僕は唐揚げにしてみようと思います。確かに若鶏と違って色が濃く、少し硬そうな見た目です。適当にね、下味をつけて、揚げていきます。ジュージュー音がね、もう美味しそうですね。完成！唐揚げ丼にしてみました。歯ごたえがあり、噛めば噛むほど旨味が出てきます。まさに旨味のスクリュードライバーや。そしてこれがご飯にもビールにも合うんです。まさに旨味のマッスルドッキング。富山県に来た時は親部ひねどり、ぜひ食べてみてね。富山県発信 VTuber のハイシーネルでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。